マジできる方はお立ちください。見よ兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、ソロモノの襟にまで流れしたたる。それはまたシオンの山々に降りる。ヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに、常しえの命の祝福を命じられたからで。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよりいたのも、必ず主の言葉の成就を見るから。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよりいたのも、必ず主の言葉の成就を見るから。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光。力は主の
あなたに示されている道をあなたが全うしていきなさい。その時あなたは内側に力働く力、さらにあなたをこの強める力を体験するであろう。この21世紀における福音宣教を進めるにあたって、このインターネットを用い、またあらゆるソーシャルメディアを用いていくというのは神の御心であるとしか言えます。しかしこの祈りの土台というのは非常に重要になるとしか言われます。さらに働きの進展とともにサタンとの霊の戦いは強いことになると知らされます。あなたは霊的な対応を取っていきなさい。祈りを強め、また賜物を用いていきなさい。特に、このインターネットの働きにおける、この祈りのこの課題というのが的をついているかどうかという事柄を点検するという事柄は必要であり、この方向違いの祈りを進めてしまうことがないようにと主が言われます。またポイントをついた祈りはこの多くの働きを開く、その土台となると主はされます。またこの宣教師を送ることのできない地域、また短期チームを送ることのできない国々、民族、地域におけるこの宣教の働きとしてインターネットは大きく用いられますが、しかしこの働きは非常に戦いの厳しいものとなるので、この霊的な対応、特にこの祈り込むということ柄、また祈り切るということ柄を徹底するようにと主が言われます。新しい歌、新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、永遠に新しい主を褒めよ、主を
の様、予言の言葉ありがとうございます。証と特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。